束は絶対破っちゃダメだよ。夏樹は約束破る人とタバコ吸う人は嫌いなんだから。今日は紙コップはいいのかよ。いらねえよそんなもん。後ろに豆腐乗っけてねえんだからな。なんだよ今日はもう終わりだぞ。峠に行って何すんだよ。決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。楽しいんかそんなことして。楽しいに決まってんじゃん。男のくせして峠をかっこよく攻めてみたいと思わねえのかよ。共同で86買わねえか。バイト代当てればローン払えるじゃん。なんでだ、死ぬほどイライラする。秋野さんに行きたくてたまんねえや。走ることがそんなに好きなのかどうか自分でもよくわかんねえ。5年間雨の日も雪の日も一人で走り続ける。他の誰よりも多く秋野を走ってる。3、2、1、ゴー。